ではですね、ちょっと次はですね、ロック系の曲をかけてみようと思います。もうすでにですね、この P3ESR で結構いくつも音楽を聴いて、すでに2日間ぐらいずっと聴いてたので、大体どのような曲が得意でどのような曲が苦手っていうのは分かってきたんですけど、ザクッと言ってですね、アナログ録音時代のものは全て OK です。例えばフルオーケストラであっても、これから鳴らすロックのような曲でも、低音がバンバン入っている曲でも、密閉型なんですけど、しっかり低音が出てきます。だからミュージシャンで言うとですね、次かけるのはホワイトスネークの、スライド・イット・インっていう、まあ、これも有名な曲なんですけど、まあ、こういう曲とか、あとディープ・パープルとか、もちろんビートルズ、それからクイーン、あとはローリング・ストーンズですね。まあ、こういったまあロックの王道、まあ、人気、まあ、おじさんのアイドル、まあ、おじいちゃんのアイドルかな、もうおじさんのアイドル系のロックは多分矢沢永吉なんかも含めてね、なると思います。ではね、このホワイトスネークのですね、スライド・イット・インですね、これを聞いてみようと思います。はい、ホワイトスネークのスライド・イット・イン聞いてみましたけど、まあ、さすがにちょっとね、バスドラムの低音は少ないというか、まあ、ちょっとさすがにもう限界があるなという感じはするんですけども、
非常にこうメリハリがあって明るい音、そしてね、やはりギターの音ですね、エレキギターのこうむせび泣くようなキーンというキューンというようなね、音の部分はね、非常にこう気持ちよく再現されたんじゃないかなと思います。